ともとここは祖父母のお家の離れだったんですけれども、30年ぐらい空き家として掘っていまして、ですごくもったいなかったんですけれども、もう私が和歌山をずっと県外に出てたんですけれども、そこから和歌山の農業を元気にしたいということで和歌山に U ターンしまして、そこから和歌山の農業の特に販売の部分で何か農家さんのお役に立てないかなっていうところから始まりまして、で和歌山のこうたくさん直売所とかいろんなところがあるんですけれども、100か所ぐらい回って、でこれはと思う農家さんの作られた加工品を見つけ出しまして、それを集めてきてセレクトショップという形でここの空き家を使って始めたこのお店です。でショップの方ではその農家さんの加工品を特にギフトとかお土産っていう形で、すごく見た目にもおしゃれで可愛いものが多いですので、そういった形で購入していただければと思って揃えています。でカフェの方ではそこの加工品を味わっていただきたいという思いがありますので、コーヒー以外のドリンクはこちらの商品を使った紅茶であったりとかジュースであったり、であとモーニングはジャム、たくさんの種のジャムがありますので、そのジャムをモーニングで食べていただくこととか、あとスイーツではそのジャムとかを使ったケーキとかをお出ししています。どんなにしたら買えるんですか、通販は。ネットで。はい、和歌山県外の方でしたら、ネットショップからご購入いただけます。